アメリカのキャンディーアップルあるいはタフィーアップルフランスのポムダムールは直訳すると愛のリンゴ。作り物の小さな若葉で飾り付けされている。スペインのマンザナズでカルメル調理中のキャンディーアップルリンゴ飴。キャンディーアップルはシロップや飴などで生のリンゴ果実をコーティングし手で持つための棒を取り付けたフルーツ菓子。欧米文化圏では古くから 秋の収穫祭の時期によく振る舞われ、特に各国のハロウィーンやイギリスのガイホークスデーでは定番となっている。また、日本では縁日の定番となっているほか、世界の様々な地域で食べられている。欧米のものはコーティングする食材や風味付けに若干のバリエーションがある。日本では砂糖でコーティングしたリンゴをリンゴ飴と呼び、 もっぱら縁日などの祭事会場で売られるものであり、日常的に食されることはない。砂糖と水を火にかけ、砂糖が溶けてきたところで食紅を入れて、赤や緑などの色をつける。とろみが出てきたら、割り箸を刺したリンゴを入れ、飴を回しつける。リンゴを下にして、銅板やフライパンなどに置いて冷まし、飴が固まったら、完成である。雨の日は、飴が湿気を帯びて、ベタつくため、 作るのが難しい。イチゴブドウみかんなど、様々なものを用いた商品が売られている。アンズ飴は、スもモ,モの酢漬けに水飴を絡めて、表情で冷やしたものである。リンゴ飴マンというリンゴ飴の魅力を世界に伝える、日本初の生ゆるキャラも存在する。アメリカのニューアークイブニングニュースにおいては、リンゴ飴の発祥について、以下のように解説されている。リンゴ飴は、 ウィリアム・ラブ・リュー・コールブによって発明された。コールブはニューアークのベテラン菓子職人で最初のリンゴ飴は1908年に生み出された。クリスマス商戦に向けて彼が店でレッドシナモンの飴を作っていた時、彼はいくつかのリンゴをその飴に浸しディスプレイに並べた。その初めて生産されたリンゴ飴は5セントで販売され、あと2年間で数千個のリンゴ飴が販売されることとなった。 まもなくリンゴ飴はニュージャージーの大西洋沿岸で販売されるようになり、リンゴ飴を扱う店は国中に広がった。ありがとうございます。